地方日本代表の菅原さん、豪快な知ったかぶりかます。チュアメニについて語る久保建英さん。レアルと試合してさ、終わった後チュアメニ来て、だけ俺のこと覚えてるかって言われて、俺は普通にレアルの頃会ってたから、覚えてるってどういうことって思って、アンダー17のワールドカップでやってんだよって。チュアメニいたの？だから、いたのって思って俺。フランスとかいたじゃん。同じホテルだったよね。めちゃくちゃでかくてさ、速そうだったから、まあ俺らこいつらに負けるんじゃねみたいな、こんなの二度やって勝つのみたいな感じだったじゃん。しっかりいた、メンバー調べたら。俺もその後調べたら、しっかり。ジュメアニって書いてあった。チュアメニな、ジュメアニ。実際の音声がこちら。こんなのにどうやって勝つのかよ、マジで。しっかりいた、メンバー調べたら。つかないね。俺もその後調べたし、しっかり。ジュメアニって書いてあった。いや、チュアメニな。ジュメアニ？チュアメニな。ジュメアニは草雪なり、面白すぎる。ジュメアニはやばいだろう。大なり、爆笑。竹のツッコミのレスポンスがすげえ。久保くんと大なりくんの絡み癖になる。